いらっしゃい。あの、俺ら飯を食いに来たんじゃなくて。は？
ええ、おい、わかった。あんたがそうしろというのなら我々は従う。ああ、この状況で残された選択肢はもう多くはないだろう。ソンヒ、荻窪豊は何と？手を貸してもらえるか、春日。近江連合の兵隊がここへ来るまで約2分。だが偽札作りの痕跡を燃やすのにはもう少し時間がかかる。偽札作りの痕跡を燃やす？偉人町の偽札事業はもはやこれまで。荻窪がそう即断したよ。近江連合が随分な手間と時間をかけて肉の壁へ照準を合わせていたのに気づけなかったのが原因だ。全ては我々の手落ちと言わざるを得ん。ただし、偽札事業をやめるにせよ、偽札と荻窪豊とのつながりだけは全て闇に葬らねばならない。そのために全てを燃やす。これは私の判断だ。半巡儀、お前が火付けの指揮を取る。ソンヒ、火を使えば監視システムも機能しなくなります。我々の住処もなくなる。唯一の居場所をなくすことになります。ここにいる者たち全員が。ああ、全て承知の上だよ。出過ぎた口を聞きました。お許しを。やあ、フィバユー、もうちょり高城はしがろった、サドラ。荻窪を救うために全部灰にしまうのか。自分たちを捨て駒にして。快適とまではいかないが、荻窪だけが我々の居場所を真剣に案じ、そして実際にそれを作ってくれた。だから荻窪には感謝の念しかない。我々は彼の捨て駒になるためではなく、彼への長年の恩義を返すためにすべきことをするだけだ。それって平たく言いや放火だぞ。俺たちにもそれを手伝いって？いや、お前たちには近江の兵隊をここで食い止めてほしい。追い返せとまでは言わん。ただここを焼き払うだけの時間を稼いでほしいんだ。でもよ。頼む、力を貸してくれ。ソンヒ、頭をお上げください。しょうがないわね、頭上げてよ。え、私正直言うと前からあなたがいけすかなかったし、荻窪を助ける義理もない。でもプライド高いいい女が頭下げるなんてよっぽどのことよ。この人が言ってる恩義を返すって気持ちは口だけじゃない、本物だよ。わかるでしょ。そうだよな。すまね、男は女の気持ちってのに鈍くってよ。いや、俺は最初から伝わってたけどな。かたじけない、礼を言う。じゃあやるよ。サエコさん、うん、ありがとう。
来い。ある面が多いな。お、なんや踊りら、鉄球の下敷きになったんやないんか。残念だったな。またいつでも相手になってやるよ。せやけど、考えたら妙な話やな。あ？そもそも踊れはなんで生きとるんや。荒川の代行に撃たれたやろが。お前に話す必要はねえ。代行が踊れを撃った後、そこで一度間違いなく死んどったはずやろ。間違いなく言い切れんのか。死体は組の門に始末させたと聞いとったからの。まあ、なんで我が言っとるんか。あの人に今度よう聞かんとあかんな。小笠原さん、印刷機はあの奥です。こいつら証拠を燃やす気だ。石岡さん、ちっ、道理でクワミジョルの門があんまおらんかったわけや。総出で火つけとったんかい。そこどけ一番。お前何やってんだ。偽札の証拠が消えちまう。俺らはここをどかねえよ、ナンバー。悪いが孫飛と戦略しちまったんだ。なんだと。ここを燃やすまでの時間を稼ぐって約束しちまった。でもな、おめえのためでもあるんだ。てめえ、一番、早く止めさせろ。この死に損ないがぶっ殺したら。邪魔するんじゃない。ここで仮装にしたるわ。私の番ね。ザコ、来てみろ。寝てんのか。見てなさい。
ないでくれる？雑魚が。おれおれ。はい、そろそろ諦めたらどうだ。なめんなよ。うん。やってみろ。俺の番か。ほら来いよ。やってやろう。行くで。そろそろ諦めて。ザコだ。舐めないでくれ。何とかしないと。とっておき。ありがとう。俺の番だな。とっておき。どうするかね。ぶっ飛ばしてやる。行くぜ。やめんなよ。よし、行くぞ。そろそろ諦めたらどうだ。よし、かまっすぜ、うん、俺の番か。ぶっ飛ばしてやる。なめんなよ。こいつだ。聞いてろよ。なめんなよ。くそ。やんのか。私の前ね。とっておき。ありがとよ。やってみろ。倒さねえと。どうするかね。ほら来いよ。やってやろう。
こいつを使え。助かる。やめんな。やるぞ。行くぜ。なめんなよ。やってみろ。はい。ありがとう。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。ザコが。ほらよ。助かる。つけな。俺の番か。やってやろう。来いよ。よし。見てなさい。なめんなよ。サンキュー。ありがとう。よし、行くぞ。こいつを使え。サンキュー。やってみろ。どうする。行くぜ。私の番で。
度でも這い上がってやるぜ。邪魔するんじゃない。ここで仮装にしてるわ。ありがとよ。よし、行くぞ。じゃあ舐めないでくれる。とっておきだ。盛り上がってきた。俺の番か。行くぜ。せっかくここまでいらしたんだ、もう少しおもてなしをさせてください。小笠原さん、これで全部闇に葬られたわけだ。偉人帳の偽札も、俺の弟のことも、最後の最後でお前らに裏切られた。弟さんを追うための情報が消えちまったことは申し訳ないと思ってる。でも俺らお前を救いたくて。うるせえ。難波、いい仲間を持ってるな。仲間なんかじゃねえ。どうやらお前は誤解をしている。お前は弟の消息が知りたいんだな。え？あいつはたった一人で偉人帳の偽札の核心にまで迫ってきた。だがその情報を手に入れることは万死に値する。しかし私は彼の高い調査能力は無駄にするのは惜しいと考えた。なんとか仲間にしたいとさえ。じゃあ今は我々の地下の居住区にいる。もちろん軟禁状態ではあるが。そうだな。はい、元気にしておられます。マジか。なんで教えてくんなかったんだって。そりゃ無理か。当初から南波さんは
我々の監視対象者であり、偽札の事実を知って失踪して以来、偉人さんからは追われる身、お教えするわけには参りませんでした。まあそうだよね。この事実が手に入れられたのは我々に手を貸し、何よりナンバ、お前のために命を懸けてくれた仲間のおかげだということを忘れるな。おいナンバ。でもこの目で見るまでは信じられねえ。じゃあなおさら早くここを出ようぜ。死んじまったらそれこそ水の泡だ。早く早く。この場所を何だと思ってるんだ。あまり長居するつもりはありません。ただ人をさらってきて置いとける場所が他に思いつかなかったんで。だからってここを選ぶこともないだろうに。すんません。まさかこいつをここで拷問する気なのか。そんなことは許さんぞ。でもこいつはブリーチジャパンの代表で偉人町に近江連合を引き込んできたんです。こいつのおかげで肉の壁はもう崩壊寸前なんすよ。ん？そうなのか。だとしたらこのままおとなしく解放してやろうって気も失せるでしょう。確かにそうだな。ただし今夜だけだ。ええ、ありがとうございます。あんたにはいろいろと聞きたいことがあんだ、小笠原さんよ。朝まで時間はたっぷりある。よー、さっちゃん、ナンバはどうした。弟さんに会いに行くってすっ飛んで行ったわよ。本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。まあたまにはいいニュースもあるもんだね。え、でもなんちゃんとここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ。だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか、そうだよね。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。そんじゃ始めるとするか。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。
変な真似したら容赦なくぶん殴る。逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。小笠原、あんたは大海連合とどうつながってんだ。どうして大海の連中を自在に操ることができるんだ。答えねえとどうなるか、さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。はあ、な生ぬるいこと言ってたろ。こいつは今頃大海連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪を全て剥がされてもそれで終わると思うなよ。わかったか。じゃあ近江連合との関係話してもらおうか。なんでお前が近江の手綱を握ってるのか、それからだ。近江の手綱を握っているのは私じゃない。でしょうね。じゃあやっぱり都知事が。ああ、青木亮。そうだ、知ってるだろう。都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。隠すなよ、全部お見通しだ。いや、え？荒川正人。なんでその名前を。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。まだ登場会だった頃の荒川組でな。やっぱり青木亮は荒川正人だったんだな。私があの人に会ったのはもう20年近く前。留学先のアメリカだった。政治と経済を専攻していて、頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木亮。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。昔はそんなに体の具合が悪かったのか。ああ、なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう思う。アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことをな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる。羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの？
表の力だ。表の力？世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させる者は表の力こそその答えだと言っていた。表の力とはつまり人気だ。は？人気？幼稚な発想だと思ったが何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ？なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある。だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね。しもべの間違いだろ。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。